ああ、何が出るのか。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルズ長谷川です。ザ・ビースト・インサイド、やっていきたいと思います。つい最近発売されたばかりの、ホラーゲーなんですけれども、かなりグラフィックがいい、なかなか怖めのゲームなんですが、全編英語でね、ちょっと話もややこしそうなので、ちょっと触りやっております。で、ある程度内容を理解した上でちょっとやっていきたいと思いますので、その方がね、皆さんも分かりやすいんじゃないかなと思います。なので初見じゃないんで、そこだけ要注意でございます。ニューゲーム、スタートアゲニューゲームエンドデリート、難易度ですね、簡単か普通かうんこか、うんこむずいかですね。ちょっとね、謎解きが多くて、その謎解きがね、なかなかの難易度なんで、英語わかんないとね。なのでちょっと普通の簡単なやつですね。ストーリーを知りたい人向けのアドベンチャーで、ね、いきたいと思います。まあ、どんな話かっていうと、まあ、二人のカップルが別荘にね、旅行に来たところ、という何者かに襲われという話ですね。プレスチャー、ケニキ。Where am I? 私たちはどこよと。God. Why? 殺人鬼目線ですね。Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? アダムが殺され、私たちに何をするの？なんで私たちを付け狙うの？と。No. No. What have you done to Adam? Oh God. アダムに何をしたの？と。戦争には犠牲者が必要だみたいな。これは戦争じゃない。私たちはただ普通の家族だろ。聞いてると。あなたは呪われてる。Stay away. Don't. They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. 静かにと。What are you doing?What are you doing? I'm setting the front. 私は最前線を設定するみたいなこと言ってるんですよ。ちょっと何言ってるか分かんないですけどね。そして1週間前。まあ、とりあえず2人ともやられちまったっていうわけなんですが。そして、カーター大統領が、ロシアとのね、関係についてコメントしてます。まあ、ラジオ。ちょっと昔の話っぽいんですよね。だから、米ロ、まあ、ロシアとアメリカの戦時中っていう感じな気がしますね。これはトゥールールって言ってます。Further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. とにかく、The weekend, honey.週末だから、まあ、こういった自然のところに仕事を忘れていこうよ。For the rest of our lives. Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. 俺たちは時間も忘れてしまったみたいな。About nuclear threats in the media. で、That's what I'm talking about. ロシアのね、核戦争の脅威について喋ってます。Adam, stop it. で、アダムは多分そのね、政府の人っぽい。The shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles.It's no shack. It's a present from your parents. ミサイルを撃たれたらおしまいみたいなこと言ってるようなことですね。私も。Take a look. It looks even better than the photos. 写真で見るより素晴らしいわと。Well, our stuff made it here before us. 荷物はもう全部届いてるみたいね。で、荷物を届けたやつは俺たちを待つ前に届いてしまったようだと。Yeah, meaning I toil away when you give orders from the shower.大丈夫よってエマが言うんですけど、その大丈夫はお前がシャワーを浴びてるからだろうって。彼女がシャワー浴びてる間に俺が運ぶからだろうって言って。3-hour drive and we're finally here. The place seems 3時間の果てようやく着いた。とても静かでいい場所だ。Focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. そこに立ってないで箱を入れろと。Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. エマが来たので、通信終了みたいなことですね。まあ録音終了と。さあ
チャプター1ホームスイートホームおかえり。これなんかね、親戚というかまあの家か。1979年の8月22日ですね。さあ、タブでレコードを開き、この右上にね、やることやるべきことが書いてあるんで、何をやるべきかと思ったらここを見ればいいって感じですね。Gotta get those boxes inside. さあ箱を中に入れようと。僕がこんな感じですね。うん。でこれすごいのが全部開けられるんですよ。全部開けられるし、落ちてるもの全部拾えんのこれ。でいろいろ見れるし、これがね混乱するわけ。でこういうものとかもあるんですが、うん。で E でいろいろ見ることが出ると、見ることができる。うん。アマンダ・クルーが It's not a nightmare、 これは悪夢じゃないわ。うん。Even if it looks like one, a things woman's guide to pregnancy と、うん、ここら辺はちょっと私訳してないですすんません。はい。うん、まあでも大体こういうのはいいかな。とりあえずまあ箱を中に入れましょう。これ。I should put the box on the table upstairs. 2階の上に置こうと。Put the box とか急に。ん？ちょっと待って、箱なんか引っかかってんのこれ多分。引っかかって引っかかってる。よし。これを、このね、一応ピカピカ光ってるんです。これも分かりづらいです。はい。よし。The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. さあ、今度は壁をね、塗り替えたいというので、そのものを探すんですが、それは屋根裏にあるってことで。はい。これですね。うん。これを屋根裏に引っ張り出して。はい。さあ、ただ登るんですが、ここにまた鍵が必要。Fuck. Mom, the baby hears everything. Kids, everything. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. さあ、ダイニングルームの、引き出しにあるよと。これはエヴァの家なのかな。ここですね。One drawer. はい。I can't find it in the dining room. ない。Sorry, I guess I didn't get it from the trunk. Typical. トランクになる。トランクの中にあるよってことで、ちょっとトランク開けましょう。はい。これすごいよね。さっきさ、アダム完全に生首になって頭ぶっ刺されてたじゃないですか。そのアダムを使うんですよ。そのアダムを使って死にに行くゲームです。オッケー。さあ鍵を手に入れて、オッケー。さあここが屋根裏ですね。うん。何やらいろいろ高そうなねお人形さんたちがありますね。さあ、んーで何だったっけかな、ここを剥がすんだったかな。ここを剥がすんですよ。ここ開かないでしょ。あれはどこにあったかな。塗るやつ、あった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 。これ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 ね、パッと見わかんないでしょこれです。これを持っていくわけ。 Damn it. はい。 What's that?A loose plank. Someone's hidden something under the floor. I'm gonna pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere.引っ張り、あそ、え？今相当飛び上がったぞ。あそこに刺してあれを引っぺがすバールのようなものをちょっと探さないといけない。はい、あこれですね。ここ。このバールのようなもので、こう、こじ開けるわけです。
インちょっとあーくそ外れた。はあやったやったはっていーひっひっ What could it be? A treasure? Hope it's not great grandpa's porn mags. さあなんだこれはと。これが、うん。何やらヒントというか、うん。I'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? さあ、J C M F ほにゃらららと、うん。で、J C はジュリアスシーザーのことだろうと、うん。イニシャルです。ジュリアス・シーザーのイニシャルだと。ちょっとまあ何言ってるか分かんないからこれを見ましょう。そう。これ。これが回せる。これをどうにかすると。This device will help me decode the letters in the text. ここに、I have to break the cipher to open the box. ヒントがあると。うん。で、ちょっとよく分かんないじゃないですか。うん。F が J みたいな。ここ私やったんですけど、マジで分かんなくて。これ何言ってんのか全然分かんない。何言ってんのかまるで分かんないです。うん。J は C、ジュリアス・シーザーのイニシャルだと。しかし、うん。If J equals C, then なんで彼らがイコールなんだ First character in the cipher should be. うん。そう。サイファー。そう、これがね、ちょっとね、いきなし詰まって、ちょっともうこの実況やめようかなと思って、しばらく悩んでたんですけれども、ほっとくと、もうお前わかんないだろ?いいよ、先行ってっていうのが出てくるんで、英語わかんないっていう人でも、こう、許してもらえます。はい。うん、鍵、ニコラスキーを手に入れたと。Property of Nicholas. Nicholas's notebook. It is September 27th in the year of our Lord 1864. 1864年ですね。さあ、あのダイアリーを見つけて。It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost night.Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good.It's the only roof I have over my head for now. さあ、1864年。I should light some candles and take a look around. とりあえず、No trace of my father. マッチを手に入れます。Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears.Creeping darkness whose source cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me. さあ、なんかごちゃごちゃ言ってる間にいろいろやっていきます。なかなかね、やっぱね。英語がガチガチに分かんないとちょっと話がむずい感じがしますね。さあ、多分これはちょっと待って、取れないぞ。あ、よし。アダムが何年だったっけかな。よいしょ。
my father bought this land for privacy nothing. Hmm. 父親のなんか品。ションコンタクト、ね、有志の方お願いしますって感じですね。さあこれがオイルですね。一応ランタンも、電池というか燃料があるので消えていっちゃう、ね、その間にオイル Upstairs. What could it be? 2階で何があったんだと。こんくらいなら分かるんだけどね。Damn wind. I thought the window was bolted shut. さあ、窓が勝手に開いてる。Hey, what are you doing here? This is private property. 何してるんだあいつと。Who the devil is he? ほい。先に明かりをつけます。何やら写真、昔撮った写真ですね。さあさあ怖くなってきましたね。とりあえず様子見に行きましょう。 Where the hell did he go? Hey! どこに行ったんだ? You still here? I'd better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. ちょっとあの倉庫が怪しいということで見ていこうよ。もしもし、勝手に入っちゃいけませんよと。基本地なんですから。Strange. The light is coming from the inside, but the door's locked. 中から明かりがと。Maybe I can find something to cut through the chain. さあ、あれを切るチェーンが必要だと。チェーンカッターが。こんなところにチェーンカッターが。ね、あるもんですね。さあ、ちょっとじゃあ、中に入りましょう。ちょっとダメですよ。これは親父の帽子じゃないかと。The basement? 地下室。Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. ちょっと見に行かなきゃ。What the hell is this? なんだ?これは惨劇なんか事件の新聞ですね。ここでなんか、John Norton. Sounds familiar. 自分の家族に殺人犯がいたようなみたいな新聞の記事ですね。俺の家族の名前っぽいみたいな。なんかいます。なんでしょうね。明かりがよほど珍しいのか。ちょっと近づいてみましょう。You let yourself in? Am I going mad? What in heaven's name is going on? 何が起きとるんだと。If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. まるでなんか精神病院から来たようないでたちでしたね。さあ、あんだけ明かりつけたのに全部消されました。これが霊の力です。とりあえずベースメントっつうかベースメント行こうか。地下室に行きたいのですが、ここ引っかかってんですよね。ほい、ちょっとマッチも補充しておいて。おっと、びっくりするところだった。びっくりするところだったよ。この人ね、すごいいい声出してくるから、ふわーっていう怖い絵もありますよ。ほい。Where did all this blood come from? この血はどこから? Dear God. よいしょ。ん?中からどんどん言ってます。ちょっと出してあげましょう。
どんどん言う割に開けたら開けたで出てこないという。We'll see if this is a good idea. ここ行くのはいい考えとは思えないが。さあ、なんか出るんかな。なんか出るかな。ほい。よし。さて。うん。インヒルサイド。ヒルサイドイン、ニュアンオープンと。これはホテルかな？うん。自分の父親が出したホテルかなんかなのかな？うん。はい。さあ。これを持っていけば一番明るいんじゃないかと思いますけどね。さあ。さあさあ、開かない。うん、しゃがんでいくしかなさそうですね。ほい。さあ、何かが後ろを通ってる。さあさあさあ、なかなか雰囲気はいいですよね。 Maybe there's another way. ここは開かない。別の道を探そうと。ここは、よいしょ。Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. おそらくこれは、have to get in there. Whatever happened, I hope it's not my father's blood. さっきアダムが開いた日記の中の話な気がする。俺の英語力わかんないけど、多分そうだと思う。うん、開かないと。とりあえず別の道を探しましょう。ちょっとね。はい。よいしょ、ね。死ぬほどびっくりした方もいるんじゃないでしょうか。Delusional? なのに、アダム、ここは全然ビビらないっていうね。さあ、上がっていきましょう。What the hell is that? Looks like...Roots? I need to get rid of them before. To refill the lamp, が切れてきたよと。Before I leave the basement. まるで俺を地下室から出したくないみたい。さあ、ちょっとオイルをちょっと。よし。OK。で、出したくないみたいだと思いますが、出ます。はい。ね。こんな、物理的にいけるんだってびっくりしましたけど。出ます。こんな気持ち悪い。He's upstairs. What does he want from me? さあ。なんだ、ここはと。なくなっとる。どうすればいいんだ。僕はどこへ行けば。もしもし、もしもし、もし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 、ここかな。 Has someone gone through my briefcase? 誰かが俺のブリーフケースを取ってる。さあ、ミステリアスキーを手に入れた。何が出るのか。 Who the hell are you? Stay back! You hear me? Keep away! これはあれですね、さっき庭にいたやつですね。